前日計量は 1.3 キロオーバー、ベルトは一旦変換されましたが、改めてアナウンスしますと、吉岡は第1ラウンド減点2から、グローブ判定は吉岡が10オンス、ミブロが8オンス、吉岡が勝っても王座は剥奪、ミブロが勝てば新王者、敗れれば空位となります。168cm、 53.0kg、 力道場静岡、ミブロカズキ。ダンスできました。今回絶対絶対絶対とミブロカズキ、これがプロ10戦目。赤コーナー 163cm、 54.3kg、 チームオールウィン、クラッシュバンタム級王者、さあまたリング上から頭を下げました。吉岡ビギンは20歳、15戦12勝1敗2つの引き分け。さあ改めてアナウンスです。吉岡ビギン選手が契約体重アンダー53キロから 1.3 キロオーバーでクリアすることができませんでした。これを受け K1 実行委員会で吉岡選手側、三室選手側と協議した結果、以下の形にて双方合意の上、この試合はクラッシュバンタム級タイトルマッチのまま実施します。第1ラウンド、吉岡選手は減点2から試合開始。グローブハンデとして吉岡選手は10オンス、三室選手は8オンスのグローブを着用します。吉岡選手はファイトマネーから 30% 減額となります。なお吉岡ビギン選手は勝敗以下にかかわらず試合後に王座は剥奪、三室一輝選手が勝利した場合新チャンピオンとなります。また三室一輝選手が敗れた場合は王座空位として、新チャンピオンの決定方法は後日 K1 実行委員会で協議の上決定いたします。以上の決定をご報告申し上げますとともに、何卒ご了承ご理解のほどをお願い申し上げます。さあ東京後楽園ホールクラッシュ123カードが出されました。吉岡ビギンチャンピオンに53キロリミットです。さあ今回はもう大会の冒頭にも石川直樹さんにももうこれに関してのお話は伺いました、はい、まあリングに上がったからには、あとはもう見せるしかないということになりました、はい、少なくともこの試合はね、2人ともこの軽量級で対戦で他にいないというところまでたどり着いた上での頂上決戦です、はい、そうですね、はい、そういう、ね、気持ちでしっかり見たいなと僕は思ってます、はい、まあ、立ち上がりから佐藤さん、はい、ローキックまた2人とも速いですね。もうお互いスピードとパワーに溢れてますからね、僕はものすごく楽しみしてましたよこの試合。そうでしょうね、そこは同感です。赤いグローブチャンピオン初防衛戦、加藤コーナー選手、ウェルター級チャンピオンがどう見ているのかぜひ教えてください。そうですね、まあ、吉岡選手からしたらもう倒さないと気持ち的にも晴れないと思うんで、でまあ、倒してチャンピオンは剥奪かもしれないですけど、はい、もう一回そのベルト取りに行けばいいと思いますね、はい、まだ20歳、若い、はい、そして体も作っているという中での戦い。三室は19歳、9戦9勝2つの KO 勝ち。佐藤さん、でも三室もその静岡の力道場に環境を変えてっていうところも一つ、これはその大一番ですよね、集大成というか。そうですね、珍しいですよね、みんな東京行くことが多いのに、福岡から、はい、北九州から、はい、静岡がって、はい、そうですね、そこら辺もなんか邪道っぽくていいですよねその魂受け継いだと語っていますが、もうその SNS でも大仁田さんが反応してくれたというそんな背景もあります。応援しているということですね。三室選手はこの吉岡選手のプレッシャーを受けないところで常に動いている、すごい素晴らしいですね、止まらないですよね、まあ、よく本当に考えているファイターでもありますよ ね、 そ う、 ですね、はい、うわ右強い、吉岡も速い、かつ自分の攻撃が当たるところにね、ポジションしてますよね。ここも状態を揺らす、ステップバックから左はダブル、追いかけるようにチャンピオン吉岡。距離感などは加藤選手どうなっているんですか。そうですね、まあ、もう一方的にビギン選手行くしかないん で、はい、でまあ、それを三室選手がうまく回って、うわ二段蹴り、はい、戦ってる感じになるんですね、はい、そうですね、で、まあ、吉岡選手俺
青志選手と戦った時に見てて、はい、まあ、前下馬評では青志選手勝つかなと思ってて予想してたんですけど、はい、それに勝って、はい、そこからぐーっと伸びていって、はい、で逆にミブロ選手も松本選手に勝つかなって思っ、松本選手が勝つかなと思ってたら、はい、ミブロ選手が勝ってってなってたんで、本当になんかもう戦ってみないとわからない強さってあるんだなって思いますね、はいはい、でも本当にそれって佐藤さん、はい、大事でしょうね、成長と含めて。もうそうですよね、もうお互いね、はい、うわ今度はミブロ、やっぱりすごいですね、真ん中交錯して、そうですね、うん、ちょっとお話聞いている間に展開できています。クラッシュバンタム級タイトルマッチ第1ラウンド終了です。佐藤さん引き続き伺いましょう。まあミブロサイドも涼しい表情していますし、1ラウンドあっという間でしたね。そうですね、これもう吉岡減点2ってめちゃくちゃでかいですからね、そうですよね。だって極論言えばミブロが1ラウンドをしっかり守りきればもうミブロ勝ちじゃないですか、はいはい、この減点2ってどういう心境なんだろうな、だから僕リング上でさっきの体重オーバーのペナルティの話とかアナウンスあったじゃないですか、はい、あれをなんかリング上で聞くのは嫌だなって思いましたね。まあどうしてもそういう感情って生まれますよね、うん、あると思いますよ、今弘樹選手いますよね、左側。さあそして攻防なんですが、加藤選手、はい、吉岡は2段蹴り、チームオールウィンでいけばルキア選手が得意にもしてますけれどもね、はい、あんな技も出したりしました。左ハイが多分吉岡選手うまいですよね、はい、そうですね、さっきから見えない位置で狙ってってるんで、三浦選手も気をつけないと危ないかなと思いますね。となるとそのポジションなども気になってきます。動きますね、三浦青いグローブです。もう前にご飯三浦選手と一緒に食べたんですけど、その時に話聞いたら、はい、もうずっと朝から夜まで練習っていう話 で、はい、でどんな練習するのって言ったらポジショニングの練習をすごいするらしくて、まさにそこ、はい、すごいなって思いました、ね、そこ突き詰めて、はい、なんかポジショニングとか多分うまいんじゃないかなって。うまいですね、うまい事実、はい、そうですか、仲いいんですね。そうですね、この間の試合をバックスピンキック、はい、加藤選手この間の試合終わった後になんかご飯一緒に食べ行こうって、はい、食べに行かせてもらったんですけど。そうですか、はい、どんな人間性なんですか。いや、それ言っちゃうとキャラが変わっちゃうので もういいということにします。さあ石川さん、はい、でも本当にシャープな動きで左で、ね、パチ高速ミブロ選手、今ね加藤選手が言ってくれたこのポジショニングだけの練習をしてるっていうのってやっぱすごいそういうのって本当に大事なんですよね、はい、キックの神様って言われた藤原俊夫さん、なんかね、あの方もステップのだけの練習で2時間3時間をしていたっていうことも聞きますからね、はいはい、それだけその自分の、ポジションの練習ってことはそれだけその自分の引き出しが多くなるってことなんですよね、はい、うん、この角度からその技が出るとかね、はい、結構現代ってこうね、量より質の時代になってきてるんで、ミブロはその逆を言っての昭和の香りがしますね。おちょっとヘアスタイルなども佐藤さん、うん、なんか応援したくなっちゃうね。そこのミブロ選手ここまで、クラッシュ K1 当時3試合なんですけど、はい、やっぱクリーンヒット1回もされてないんですよね、はいはい、松本ひなた戦は石川さん、圧巻でしたね。そうなんですよね、本当にスルスルすり抜けるかのような、それは目がしっかり見えてるっていうのももちろんなんですけど、はい、ポジショニングなんですね今も、はい、すさまじい状態からまた相手をよく見切ってその後の攻撃へつなげていきます、吉岡選手はね、吉岡選手もまだ20歳、若干20歳で、はい、まだまだ成長しているところで、ね、成長技術も伸びまくってるところなんですけど、はい、その吉岡選手が捉えきれないですからね、そうですね、はい、まあここもパンチの打ち合い、吉岡ってこう体の軸がすごい強いんですよ、だからこういう軸だけで言うと体つき見てもやっぱり吉岡の方が強そうなんで、はい、三浦だからこういうポジショニングを大事にして戦うのは正解だと思います、はい、そうですね、まさしく理にかなった噛み合わせ、左を空振りさせて右三浦、左フックは吉岡、もう一発どうだ、左、おここは大丈夫か。第2ラウンド終了です。吉岡選手左ハイ狙ってますね、結構、はい、
至近距離で左入って多分見えないんで、もうグローブはやっぱ音数差があっても足は音数差がないんで、はい、もう生足になっちゃうんで、はい、まあ体重が重い方が乗っかるんで、まあ、そこは気をつけてほしいなって三浦選手には思います。そうですか。そうですね、この試合では10オンスのグローブ着用、吉岡こうやって回転蹴りを放っていった三浦は8オンスです。吉岡選手ってフェイントの技術もものすごく長けてるんですけど、はい、それが今回はなかなか出ない。そのフェイントを仕掛けられないぐらい三浦選手が動くからなんですよね、はいはい、そうですね、その前の段階の勝負ですね。さあ、そしてセコンドアウトの声がかかっています。試合は最終本戦最後の第3ラウンド、53キロリミット、 K1 にはない階級の王座、このタイミングでクラッシュでのタイトルマッチ。さあ、吉岡は減点2からスタート、最終第3ラウンドです。加藤コーナー選手からはチャンピオンがハイキック左で狙っているという、うわ気になる話ですが、こういう局面でもミドルキックダブルで放ってまいります。二段構え、そしてパンチ。加藤選手どうですか、詰めてきましたか。そうですね、吉岡選手もうあとないんで詰めるしかないんですけど、三浦選手のことまだ捉えきれてないのかなって、やっぱ足動かすんで、はい、もうすんごい多分やりづらいと思いますね。あ、そうですか。足動く選手ってすんごい捉えづらいんで、はい、確かにそうですよね。この三浦の足の動き、改めてもここだけでもカメラで捉えたいくらいの、石川さん、はい、ベンチから三日月蹴りだったりもいいですね。そうですね、今自分が戦ってるつもりで、三浦選手と戦ってるつもりで、はい、はい、イメージしてもやっぱり捉えきれないんですよね。はい、そうですか。そのためにロキック、はい、ストロングヒット一発当てたいんですよ、当てたいんだけど、それが当たらない、当てさせてくれないんですよね。左から右のストレートなんですが、確かに動きます三浦。はい、そこ吉川選手はね、加藤選手が言うように左ハイだったりとか、はい、大技を一発当てたいんですけどね、左、うん、ね、ああいう一発で仕留める技の力持ってますからね、吉岡選手は。パワーでは吉岡、こうして鞭のようにしなる攻撃、速さで三浦を、そう、この試合大きく分けると、はい、パワーの吉岡選手、スピードの三浦選手っていう図式ではあるんですけどね、はい、まあ、なかなかそのさらにハイレベルな部分 です、ね、お互いだいたいこういう戦い方になると、はい、前に出る方が内側に受けて返してっていうパターンが多いんですけど、はい、これ三浦がすごいのは自分の攻撃打った後、はい、攻撃終わった後に必ず気をつけてるんですよ、はい、もう相手が返してくるのを 見越したね、まあ、そこはポジショニングは相当見えるので、そうですね、めちゃくちゃ練習しとんだろうなと思いましたね。いや、そこ極めたものとして、こう打った後のガードとか、はい、徹底してるんですよ。これは、すごい、すごい。今も右ガードしましたね、すぐに。そして打ち終わりの後に食らうんですよ、攻撃って。はい、でも、身風呂食らわない。そうですね、膝蹴りの後とかね、手のガードが空きがちなんですけど、そこもしっかり。手や足が戻るときが一番チャンスなんですけど、はい、その戻すのは早いんですよ。もうフォリザ、すでに三浦はガードしてるんですよ。こういうところで、この後出てきたところカットしてからストレート、うわ左ック、この後ですね、構えて一ところにはとどまりません。三浦追いかけて、なんとかダウン以上、いや倒すしかない吉岡ビギン。始まりはあと3秒でなせるか、ここで試合終了です。本戦が終わりました。3分3ラウンド、改めて整理しますと、吉岡ビギンは2ポイントのビハインド、減点2からスタートしています。さあ、加藤選手、はい、戦いはどう映りましたか。そうですね、吉岡選手がその8オンスだったらっていうのもやっぱ考えちゃいますね、はい、やっぱそこで左フックもらってたらどう効いてたのかとか思っちゃったり、はい、結果をお知らせいたします、ね、さあ判定です。ジャッジ豊永が29対28、青三風呂、三風呂1票、29対28、ジャッジ梅木28対28、ドロー、2人目ドローです。ジャッジ西村、さあ3人目29対
28。青ミブロ新チャンピオン、ミブロカスキ、うなずきました。引き締まったままの表情は変わりません。九州から力道場静岡へ、そしてこのクラッシュへ、プロ10戦目で頂点の座を勝ち得ています。バンタム級新王者ベルトが間もなくその腰にやってまいりますが、ただ石川さん、やはりもうすでに気持ちは切り替えてというところもあるかもしれませんし、はい、このミブロですね、うん、どう映っていますか。そうですね、やっぱりこの最初の2点の減点がなかったらっていうジャッジ結果だったので、はいはい、だ本人としてはそうですね、お互いに何でしょう、吉岡選手としてもミブロ選手としてもお互いが何ですかね、自分のやりたかった試合ができなかったっていう結果だけで言うとですね、はい、はい、まあでもね、大事なメインイベントで体重オーバーしてたくさんの人がっかりしたと思うんですよ、まあ、いわゆる吉岡ビギンは試合を壊したと言っても過言ではない。でも、吉岡ビギン僕めちゃくちゃいい選手だと思うから、はい、もう絶対に腐らんでほしいんですよ、この負け、この 誰のせいにもせず自分の責任として、はい、これはしっかり反省して、はい、またより強い姿を見せてほしいな、絶対腐るなよって言いたいですね。そうですね、はい、それではこれより、まあ、アンポルキア代表からも気持ちが大事なんだなんていうふうにトーナメントの戦いの後ですね、しっかり叱っていただきましたというふうにコメントを発表しています。褒めずに弱点を指摘して強くなるチームなんですというふうにチームオールインを吉岡は評しています。ここからということですね。20歳の元王者、前王者となりました。そして新王者、19歳10代での戴冠、三室和樹です。改めて加藤光成選手に伺いましょう、はい、まあ、意外なご飯一緒に食べたなんていう話も聞けてしまいましたけれども、はい、本当にそのステップっていうところで極めるとすごいんだなっていうのを本当にそうですね、思いますね、でも三室選手もちょっとなんか顔的に全然満足してない、なんで、はい、なんでだろうって多分思ってると思うんで、はい、もう一回吉岡選手に上がってきてもらってこの2人の試合はまた見たいなって、はいはい、思いますね。そうですね、それでしっかり、倒してもらって、はい、うん、ちゃんとなんだろう、晴れ気持ちを晴れてほしいなと思います、はい、そういうことですよね。さあ、そしてちょっとこう半身に構えるスタイルで、あ、マイクあります。それでは見事勝利し第7代クラッシュバンタム級王者となりました三室和樹選手より一言いただきます。皆さんこんにちは、力道場静岡のやる気元気和樹、どうも三室和樹です。まずはじめに深澤先生と山本さん、まだまだなんですけど本当に静岡に来てこの前でちょうど101年で1年でバンタム級のベルトを巻くことができたのは全部力道場静岡の深澤先生とみんなのおかげだと思ってます。まだまだなんですけどこれからもよろしくお願いします。それともうそろそろK1 さん、K1 のバンタム級トーナメント開いてもいいと思ってるので役者はもう揃ってると思うのでぜひ開いてください、お願いします。あと皆さん、最後に、一緒に、ご唱和ください。やる気元気和樹というので皆さんお願いします。いくぞー、やる気元気和樹。どうも皆さんありがとうございました。ありがとうございます。感極まってそして元に戻しました。やる気元気和樹、三室和樹ニューチャンピオンです。